重曹シャンプークエン酸リンスの良し悪し。僕はシャンプーは普通とは言わないけど、いわゆる湯シャンとか湯シャンの時期もね2ヶ月ぐらいあったかな。でもねやめました。ダメだと思って速攻やめました。これ竹炭石鹸、これうちで売ってるやつやけど、これはこれでね自然派の人はこういうのもありですよっていうことでやってますけど、まあ、そうじゃなくてもいいのよ。究極湯シャンとかね重曹でもいいんですけど、重曹っていうのはそもそもどこにでもある物質です。それを認めます。すごく普遍性が高くて便利なものであることは認めます。だけどやっぱり弱いんだよね、作用としては弱いんですよ、医学的に言うとね。だから今のシャンプー会社っていうか競ってるのは、いかに汚れを生かしていかに劇薬を入れるかっていうことに競い合ってるんですよね。それっていうのは毒性は強いし環境毒性も強いなんだけれども効果は高い。それを一般人が好むわけですよね。重曹はその逆、多分石鹸シャンプーより弱い。だから安全という意味では別に安全性はあるんじゃんっていう感じだと思うけど、弱いのがみんな気になるんですよね。だから僕は企業の応援の意味もあるんだけれども、普通に石鹸シャンプーを使ってます。もしくは合成界面活性剤フリーのシャンプーとかリンス石鹸を使ってる。僕も男だし結構汗もかく油も出る、女性より出るでしょ。そういうのもあるから、まあ、寝る前ぐらいさっぱりしたいとかさ、朝起きた時さっぱりしたいとかあるわけよ。こういうのを考えた時に界面活性剤丸出しのねとかさ、ああいうねって最悪なんだよ本当椿って木があるんですよ、木が、うん、椿って木があるんですけどね、それがすごい問題のある木でね、もうそういうのあるんですけど、そういうのじゃなくてねみたいな、中間としてかつ環境毒性がないっていうことを考えた時にはやっぱ石鹸系がいいのかなと思ってるんですよね。だからまあ自分でも扱ってるっていうのがあって、そういうのしたいとはしてもいいけどちょっとね弱いなっていう感じが、クエン酸も一緒かなっていう感じはちょっとしてます。個人の自由としてはやるのは構わないと思いますけど、人気は出ないんじゃないかなと思うよね。で僕はだからそういう意味ではシャボン玉の森田さんとかやっぱすごいなと思うよ。あれよう今でもやっとるなと思うもん。初代がすごいわ。あんなもう反発の時代の時によう石鹸シャンプーとか作ろう思ったなと思って感心しますよね。僕はそういう人は尊敬するけど、長いも巻かれるだけのやつは嫌いだなっていうのはあるね。